長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて辛すぎて、うん、同じ悩みやないかい毎日。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日も賑やか相変わらず賑やかな朝。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで。これってこれってちゃんとどこかしらに聞きよんかな、体操よくわからんねえけど、まあでも手足伸ばしよるってことは聞きよんか。ではいただきます。いただきます。いただきます。さっきの話、理屈は全然わからないけど、ララコがそこまで本気だったらお姉ちゃんは全面的に協力するね。金曜の朝、何の話だ。ララコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた。え、それは不思議な歌のようなものでした。あの絵本、ひひこ様のやつ。九州国とひひこの竜。王が現れた竜、恋王家乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、櫓の上に火を燃せ。櫓あるよね、一個。どういう意味なの？これは古代九州国の絵本のクライマックス。ひひこの村に恐竜たちが現れるシーンなの。博士から聞いた話では、今までのタイムトラベルはすべて思いや記憶が道しるべになっている。だからこのシーンをみんなの力で再現して、それを道しるべに博士のタイムマシンを動かせば、恐竜たちはすぐにこっからいなくなるはず。姉妹って言おったけん、この二人ってこと？ララコちゃんとヨヨコおばさんってことかな。なるほど。王が眠る地に現れた竜が現実になるなら、あっちの世界に竜、つまり恐竜たちが現れる。つまりここからあっちへ恐竜たちを移動させるってことなのか。すごいぞ。でも、恋大きい乙女と姉妹と、それぞれの伴侶役が必要よ。恋大きい乙女と姉妹は別人？恋大きい乙女あれでいいんじゃない？あれで。よしこちゃん。伴侶役。それぞれの伴侶っていうのは姉妹の伴侶ってこと？恋大きい乙女の伴侶ってこと？男女3人ずつ、合計6人。全員か。なるほどね。誰がその役をやるの？姉妹の役は私たちしかいないでしょ？で、伴侶の役は？お姉ちゃんの伴侶は三郎くん。え、そんなこと頼めるかな？あと、恋多き乙女はよしこちゃん。そのお相手はキャップ。お父さんの出番だよ。そんなこと頼めるかな？頼める頼める。で、ララコちゃんは？何言ってるの？お父さんだってまんざらでもないくせに。いつまでもうじうじしてないで。母さんのこと忘れて再婚しろ。なんつったって、よしこちゃんピチピチよ。オラが立候補するのはダメですかな？ダメ。どう考えても無理やろ、弟やろ。いいキャップ。今日の晩ご飯までに、よしこちゃんに出演を頼んでくること。そしてよしこちゃんの伴侶はキャップ。絶対よ。そういうお前はどうなんだ？いつまでも一人じゃないか。サブローくんとはお付き合いしているのか？私は、彼と結婚するから。お、これはもうお付き合いはしているということなの？え、だからお父さんも幸せになって。いきなりだな。うん、わかった。今日、よしこくんに相談してみるよ。で、オラの相手は？私に決まっているじゃない。え、マジで？そこオッケーなん？そこはしんちゃんでいいんすか？さてと、ごちそうさまでした。絶対伴侶とみなされん気がするけど。性別さえ合ってれば誰でもいいのね。忍法カレーの銀河くんが仕事のことで困っているようなんだ。また？またあれやない。激辛がどうのこうのって言い出すんやない。誰かに悩みを聞いてほしいみたいだよ。毎日悩んどるよね。忍者の悩みを聞かされたって、一般市民の私たちには、手裏剣の飛ばし方とか？巻き菱の踏み方とか、踏んだらいかんのやない、巻き菱。んでどうする？しんのすけ、
まきびしって知ってる？うちのローンもあと32年。それはまあ厳しいでしょ？ララコちょっと行ってみようかな。しんのすけ、この後忍法カレーに集合ね。あとお姉ちゃんとキャップは、先ほどの宿題を忘れなく。なるほど、忍法カレーに向かえばいいんですね、私は。お、モンシロチョウじゃねえか。イエーイ。あと一匹ぐらいかな。とりあえず見かけたら捕まえていかねば。これは蜂。どうもどうも、ハタさん。お、これモンシロチョウじゃね？イエーイ。多分これで揃ったんじゃないかな。昨日のプレゼントは気に入ってもらえた？あ、おパンツじゃないから履いちゃダメよ。了解です。わかってるよ。私はね。ちょっと待ってね。絵日記。恐竜の時代の記憶とヨヨコおばちゃんの結婚。そして、しんのすけの相手は。忍法カレーに集まれー。お、ほらほら来た。目標達成。モンシロチョウ30匹も集めたよ。目標達成。モンシロチョウ超頑張って30匹も集めたよ。めっちゃ頑張ったよ。よきよき。さあ、んで、どこに行くんやっけ？忍法カレーだ。忍法カレーだ、忍法カレーだ。ちょ、待って、その前にね、いっぱい虫がおるけん。それを捕まえていかねば。細かすぎて見えづらい虫たちを。ちょっと間通りますね。モンシロ。もう必要ないかもしれんけど、一応。さあ、銀河さん、お悩みとは、何でしょうかな？めっちゃ困っとるやん、なんか顔が。お、阿蘇防衛隊が。来た来た、遅いぞ。面白そうだから来たよ。今日は何があるの？百聞は一見にしかず。では、銀河さん本人にお話を伺ってみましょう。お、インタビューやね。お主はテレビの敏腕レポーター。新聞記者よ。最近は影を継ぐことを若干意識してるの。なんてね。そっちなんや、影を継ぐの。店の方じゃなくて。銀河は長年研究してきた自慢のカレーが、辛すぎて辛すぎて。同じ悩みやないかい、毎日。誰も食べてくれないことを告白した。もう前に2、3回ぐらい聞いたよ。悩みはなかなか根が深い。結局解決せんけん、助けてってなったんやね。そうなんだ。しんのすけは知ってた？知ってました。じゃあ、どうすればいいんだろう。これは難しいぞ。ねえ、人間が食べられないのなら、人間が食べられない辛さ。どんな辛さのカレーを開発したんすか？それはもう諦めろよ。恐竜に食べさせればいいんじゃない？はぁ、何？いじめ？大丈夫？やられない？恐竜。えへん。僕も今同じことを考えていたんだ。本当かしら。そして、まさやくんのアイディアをやってみることになったのです。大丈夫？恐竜は大丈夫？うわー、すごいお皿やね。サイズ。踏みつぶしていかん？お、止まった。あー、すごい勢いで。大丈夫だったのか？お皿ごといて、おお。恐竜に新しいカレーを与えると、ペロリと食べてすぐに完食。ご機嫌なのかどうかはよくわからんかったね。人睨みしていったけど。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。まあ、のた打ち回ったりとかしてないけん大丈夫そうやね。あれが餌ということに。これは解決したという。大丈夫か？火事になってない？炎の威力が上がったとかない？辛さで。人間でもなんか火を吹きそうな辛さみたいなあるやん。実際この子吹くけんさ。今見てた？
あいつ火を吹いたよ。ほら、すごいもの見ちゃったぞ。辛すぎたのかしら。でもうなずいてたし。恐るべし忍法カレー。あ、尻尾から炎が出よるだけで今まで口から火は吐いてなかったんか。え、新能力に目覚めたんやない。良薬は口に逃がし。しんちゃんがめちゃくちゃキラキラした目で見よった。どうですか、ご感想は。嬉しいでござる。そして拙者もやってみるでござる。何を食べて火を吹くの。無理無理無理。素晴らしいうまさだ。体を突き抜ける快感、そして体を突き抜ける辛さ。辛い。銀河流忍法。お。ファイヤー。うわあ、もう人間の技ではなくなってきたね。しんちゃん、銀河忍も大満足の結果です。しんちゃんすごくキラキラした目で見ている。それにしてもこの人は本当に人間なのかしら。きっと違うね。しんのすけ、忍者を救う、終了。あ、これもサブストーリーやったんや。なるほどね。ちゃんと解決できてよかったよ。ね。うん、まあ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 、よかったよかった。もうこれで悩むこともないね。でも普通のカレーもちゃんと提供しようやろ。その辺は、あ、おらなくなった。あ、ちゃんと中に。中に。うちの新しいカレーが恐竜だけではなく、人間も食べられることが分かって、本当に良かったでござる。今まで誰も食べていないカレーだったの？わはははは。は、そのようなカレーでござる。ござるー。え、それは今まで普通に自分が食べてみればよかったのでは。自分も食べてなかったってことやろ？味見しろよ。店の商品なんだから。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはこれから銀河さんは恐竜の餌付け係になるのかね。いや、まあこれからって言っても、今恐竜をどうやって元のところに戻そうかみたいな話をしよるところやけどね。恐竜おらんくなったら困るんじゃない。また悩みが。